イオラニ宮殿ハワイ州議会議事堂ハワイ、州都歴史地区は、アメリカが州国ハワイ州ホノルルにあり、ハワイ州の首都機能が集中している地域である。ハワイ州都歴史地区は、アメリカが州国ハワイ州ホノルルにあり、ハワイ州の首都機能が、伝統的にも、現在も集中している地域である。ホノルルのダウンタウンにあるチャイナタウンのすぐ東側の、西は、リチャーズ街、東は、 パンチボール街、北は南ベレタニア街、南は南キング街に囲まれた地域とその周辺で、宮殿、衆議会堂、衆行政府、教会道などがある。ハワイ州都歴史地区は1978年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。近くのホノルル中華街とホノルル商業街歴史地区は、それ以前にアメリカ合衆国国家歴史登録財に、 指定されている。ハワイ州都歴史地区にある主な施設は次の通り。などハワイ州都歴史的地区の主な施設。ありがとうございます。